岡山理科大学附属高等学校です。今回私たちは柳原ふれあい鉱山公園にある EB403 を30分の1でフルスクラッチしました。写真をもとにボディを工作用紙で作り、細かい部分もプラ棒や工作用紙、アルミの針金を使いました。ブレーキは三日月型に切った工作用紙をプラ棒に貼り付けました。パンタグラフはプラ棒だけで作り、バネや外紙はプラ棒に針金を巻きつけて作りました。車軸はボールペンの芯、車輪は押しピンと工作用紙で作りました。ベースに黒、赤を塗り、その後にスモーキーグリーンで塗装、その上に茶や赤をこすりつけることにより錆を再現しました。つがなく再現するのが難しかったのですが、頑張って作りました。